竹内清は、日本の技術者、実業家。元、自動車検査独立行政法人理事長。ファイテル、USA 最高経営責任者、オフ会長、古川エレクトリックノースアメリカ社長、小賀電機工業株式、会社最高技術責任者などを歴任した。1946年に生まれ、兵庫県にて育つ。京都大学に入学し、 工学武器開工学科にて学んだ。1969年、京都大学を卒業し、小賀電機工業に入社した。1995年、小賀電機工業の設備部にて、設備開発部長を務め、1998年には、東部の生産技術開発センターのセンター長を務めた。1999年により、取締役として、設備部の部長や、 経営企画室の室長など養殖を歴任した。2003年には、取締役と執行役員を兼務する常務として、米国公事業推進室の室長にもついた。また、ファイケル USA にて社長と最高経営責任者を兼ねるとともに、同社の子会社にあたるオフの会長を務めた。なお、オフは、アメリカ合衆国ジョージア州にて、光ファイバ事業を手掛ける企業グループである。 ファイテル USA は、そのオフを参加に持つ、持ち株会社であり、小賀電機工業の100%子会社である。その後、取締役を退き、執行役員常務として、2004年より、古川エレクトリックノースアメリカの社長を務めた。2005年より、執行役員常務として、小賀電機工業の最高技術責任者と、研究開発本部の本部長を務めた。 2006年には、小賀電機工業の監査役に就任した。後に、小賀電機工業の顧問となった。2008年、小賀電機工業を退職した。同年、橋口博信の公認として、自動車検査独立行政法人の理事長に任命され、7月1日付で就任した。ありがとうございます。